およそ300m 先、左方向です。実際の交通規制に従って走行してください。その先、目的地付近です。これやな。まもなく左方向です。実際の交通規制に従って走行してください。その先、目的地付近です。これかい。行けんとかや、こんな道。すごい。まもなく目的地付近です。目的地付近。航空写真は航空写真で来たんだけどね、やっぱ飽きませんでしたね。どっから行くんだろう。これじゃあ、これじゃないもんな、これやったら。およそ500メートル先、西峠、左方向、名阪ハリインター方面です。およそ300メートル先、左陣です。真っ暗でございます。およそ700メートル先、目的地付近です。なになに、土がすごくいいし、鳥見山公園。まもなく目的地付近です。目的地がこの辺が行けるとこあんのかね。なんかある。目的地付近です。ルート案内を終了します。道が狭いんで、通れるとこないんでね、大変なんです。いやー、寒いぐらいやわ。電波来てませんか？ダメですか？ナビ開始。これで行ったらすぐなんだけどね。まあそうや。
だってこれにね、ないねんて表示がないでしょ。さあで、どっちだろう。こうなるよ、こうなんだけどね。こう行けよ。こう行けて、どうするんよ。ここからこう行けちゅうの。行かれへんがね。はい。これ行ったかで可能性でしょ、薄いか。こうやもんな。ダメですね。じゃあこう山道を行ったかで行ける道はなさそうやね。残念、行けない、行きませんわ。西峠、左方向、名阪ハリインター方面です。ゴミを捨てるな。およそ3キロメートル先。もう勘で行ってみようか。勘で。どっからでも行けないからね。これ水が流れてるんだよ、こうね。ほぼ生きる可能性はゼロかな。これはダメやな。誘導しないもんね、これは。44分で27キロ。そんな27キロないよね。これ、ここやから。行かれへんの。ナビさんよ。道が一本違うな。行ける可能性あるかね、ないかね。待ってくれ、これただ帰ったから入れ、近いんだけどね、入れて足が帰ったから入れて、ここだけが、またや。この上やけどな。ここやわ。この上や。ああ、道ないか。こんなや。この上の鬼に上がるとね、いけねえやろうけど。その道探してみようか。伸びやけどな。いや、なさそうやね。下りばっかりやね。
あの上ですわ。残念。道なし道がないね。あ、ここに道あるぞ。これに。まあ道じゃないな、これは。足が痛くなったらなんとか上がれるけどね。いやー、道はない。残念。いやー、20分ぐらい上がってきたけど、残念でございました。もうすぐ上なんだけどね、ナビで言うと。これ、ここやから。すぐやんねんけど。こうやからね、横おるから。上からも行かねえし、残念でした。はい、撤退しますわ。足だ。電気走るか行かねえな。歩かれへんよ、これじゃ。こんな歩き方やったら、下降りるまで、ねえ、相当時間かかるの。ここが急やね。おい、マムシおった。びっくりせないかい。マムシ、マムシでございます。マムシほんまにおんね。このマムシが、あらだら、いや、痛いがね。マムシがおりますか、やっぱり。ここが見えてきました。